今この瞬間は僕が逆に居場所を作っていただいてたんだなっていうふうに思うと、この一瞬って最高の時間だなと思うので本当に感謝します。本当にありがとうございます。だから今こうやって一人で何でもやってるように見えるけど、全然一人じゃ何もできない人なので、みんなが支えてくれないと今ここには立てないと思うし、4年目に突入して1億売ることの難しさを立場とともに感じつつ、もっと背中で見せられる分があるんだったらそこについてきてほしいし、しがみついてきてほしいし、一瞬でも根腐れしないでほしいし。業界大手ホストクラブグループ、グループ BJ で3年連続1億円オーバー、3年連続1200本突破など数々の輝かしい記録を更新し続ける一人のホストがいる。クラブガイズヤマト。2023年12月11日、豪華絢爛な巨大シャンパンタワー、超高額オーダーが連発した圧巻の一夜が繰り広げられたバースデーイベントに完全密着。今歌舞伎町で最も注目を集める正統派ホストの知られざる魅力に迫る。ヤマトバースデーイベント、店内には豪華絢爛な巨大シャンパンタワーがそびえ立つ。指名殺到満卓の店内で超高額オーダーが連発。彼の誕生を祝福するべく店内は大きな盛り上がりを見せている。一番ね、いろいろ抱えながらお店をね引っ張ってくれてるね存在なので、僕もねそういう存在になりたいんで、憧れの上司の一人なんで、早く僕は副主任に上がって同じ壇上に立てればいいかなと思うんで、これからもよろしくお願いします。やっぱ僕めっちゃ評価されたんで、はい、仲間のお祝いしましたましたもう回復なしで、はい、みんなしゃばります。1000万100本観光差でそこまで言い続けないのって、マジでこれが次の時代のスターだと思いますし、観光差の役所の中でもバチバチこうしのぎを削れるメンバーの一人だなと思うんで、これからも役所と、そしてチームと一緒に回ってきてほしいかなというふうに思ってます。はい、頑張ります。山田にハッピーバースデーということで、いつもね放送お世話になってるんで、かれこれ12本もう1年のね、まだまだ短い付き合いですけど、まあ、これからね末永くよろしくお願いします。尊敬する人憧れのね上司なんで、まあ、僕も1000万100本狙いつつね、こうやって1本がねめちゃくちゃでかいのは本当に僕がね一番身に染みてるんで、まあ、これからもよろしくお願いします。はい、山田にバラの勝利。いやーおい、濃いからね。シャンパンとテキーラ、ありがとうございます。ハッピーセットで一応テキーラ、まあ、とりあえずあのヤマトさんに酔っ払わせて潰す勢いでもっとみんなシャンパン入れてもらえたら最高な日になると思うので、こちら盛り上がっていきましょう。ビジーゴールドからお祝いできて本当に嬉しいなと思ってます。初めまだ出会ってもっともっとね、日を過ごせればいいかなと思ってるんで、これからもよろしくお願いします。盛り上がっていきましょう。いや、そうだぜ、こちらのでありがとうございます。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 はい、皆様ありがとうございます。ありがとうございます。本当に先月頑張ってました。おめでとうございます。まあ、先生の夏さすがができたなと思いますし、こいつはずっと日経系の方が頑張るタイプなんで、これからも本命のためにも日経系で見てください。はい、皆様、シャバリオでありがとうございます。
本、ショートアッププリンセスに復活するか、まず、あ、先ほど入れて声ホワイトを入れさせてもらったんですけど、紅白で、まあ、めでたいっていうこともあるんで、山田入りの末でまださらにお祝いしたいなと思ったんで提出してきました。ありがとうございます。ちょっとこの後とてつもなくすごいちょっとメインが登ってるんで、ノーマルのホワイトで一旦ちょっと肝臓を一旦整えてもらってから今日のメインディッシュ行ってほしいかなと思うんで、一緒によかったら飲んでください。そして豪華絢爛なシャンパンタワーが始まり、夢のような光景が広がる。集大成のね、令和ということで、まずこのイベントもね、本当に来てくださったお姫様、そしてね、後半のギリギリ前一本にこだわってくれた皆さん、本当にありがとうございました。スイッチのね、シャンパンタワーから含めて、たくさんもう、鳴りやまないこうシャンパンが続いてくださったっていうのは、十分に愛されてるし、こうやって盛大にお祝いしてくださるっていうのはね、本当僕としても何よりも1年間頑張ってきて、よかったなって思える一個の節目だし、まずね、お姫様に関しましては、みんなのことを考えてね、いてくださったことは何よりも感謝してますし、プレイヤー、そしてチームリーダー、ファンモーサと上がってきた中で、とにかく自分の数字とタイトルだけこだわってやってきた1年半だったんですけど、そこから1億売るまでよかったんですけどね、そこからは誰かに言われたわけじゃないですけど、次第に誰かを見るようになり、そして出会いと別れがあり、いろいろあって、このスターズダストにまあ縁があって、大好きなキャスト、そしてお姫様方がいらっしゃっての僕だと思うので、今この瞬間は僕が逆に居場所を作っていただいてたんだなっていうふうに思うと、この一瞬って最高の時間だなと思うので、本当に感謝します。本当にありがとうございます。今まで、ついてきてくれたみんなと、僕が何もない時から僕を見てくださった上司先輩と、あとは、まあ、最近出会って、そしてこれから、ついてきてくれる、応援するから一緒に頑張れよ、一緒に頑張ろうねっていう子たちとかたくさんいて、まあ、ひっくりめて言うと、もっと頑張ろうぜっていう部分と、マジで頑張ってるよみんなっていう部分が日に交錯してて、俺も正直代表代理っていう立場いただいてますけど、責任はあるがゆえに簡単には何も言えないという
こともあり、みんなの表情とか、あ、今日なんかうまくいかなかったんだなとかありつつね、お前らめっちゃ頑張ってんじゃん、だから一緒にもうちょっと頑張ろうぜっていう思いもあって、自分の人生なんで自分で諦めずに道を切り開いていってほしい。それが僕の見せられる唯一の背中かなと思いますし、5年目に突入して1億売ることの難しさを立場とともに感じつつ、もっと背中で見せられる分があるんだったらそこについてきてほしいし、しがみついてきてほしいし、一瞬でも寝腐れしないでほしいし、それぐらいみんなを出したいですよね。みんなが磨いた武器っていうのは絶対に生かしたいし、外に向けてもっと発信していって、みんながもっとエンターテインメント、そしてサービスとして、そして人の男として、人として輝ける場所を絶対作るんで、いろんなホストクラブとホストがいると思うんですけど、ただ出会った今は絶対忘れないんでね、みんなも一個の人生で一個の命しかないんでね、目の前を大事にして頑張ってほしいです。指名殺到、満卓の店内で超高額オーダーが連発した圧巻の一夜、ヤマトバースデーイベントに密着した。このバースデーイベントの活躍を機にさらなる高みを目指す彼の今後の躍進に目が離せない。マニマニ、プリーズマニマニ、レッツゴー。ビリオン、ビリオン、ビリ